ジャングルポケットっていうトリオの斉藤慎二です。大ボケ担当してます。まあ今日は一日よろしくお願いします。ああ、ごめんなさい、僕自分が輝いてるって思ったことないんですよね。だから周りの人に、まあ今日も輝いてるねとか言われるんですけど、自分ではその輝きってものを実際に、見れたことがないから。でもなんか舞台とか出てる時って照明当たってるせいなのかな、常に輝いてるねって言われることが多いし、自分でもああ今輝いてんだって、思ってるんで、まあちょうどさっきルミネの舞台立ってきましたけど、その時が一番輝いてたのかな。お客さん笑ってましたよ。みんな笑顔になってくれたら嬉しいな。はい、実は僕ね、結構素朴な方がすごい大好きで、まあ田舎で農業をやってるような女の子だとか、まあ、ロケとかでよく行くんですけど、すごい純粋なんですよね、話してて。その方がね、たまたま家のロケに行った時に、普通に、その人に別にインタビューしてるわけで、その人がまあ空いてる時間があって、その時間何してたかっていうと洋服を畳んでたんですよ、座って。その姿がすごく可愛らしいなと思って、あ、なんか日常で家で普通のことをやってる、家事をやってる姿ってものにちょっと僕は惹かれちゃうというか、なんかすごい、なんだろうな、美しく思えてしまうというか、そういった仕草をしている女性が、はい、家庭的な女の子がいいかな。僕はね、意外かなって思われるかもしれないですけども、巨乳でドスケベな人ですね。それ僕言いました。ごめんなさい、それだったらちょっと、ちょっと多重人格なところがありまして、巨乳でドスケベな子ですね、はい。それ一本です、特にないです、そこは、はい。僕はよく歌を歌いますね。見せてあげよう輝く世界って、こういう歌だったりとかね。それをロンドンハーツのネットムービーで二股をかけてしまったアイドルトラップですごい炎上しました。屋上で歌うだったんですよ。普通のことだったんですかね、僕にとっては。世間からしたらね、あいつ異常だみたいな。まあ異常な生き方をしないとやっぱり、こういった世界で生きられませんからね。どうも、ジャグルポケットの斉藤です。今まで僕のことを応援してくれて本当にありがとう。まあ、今回のこのランキングのこのインタビューに呼ばれたってことは、やはりスタッフさんというか周りの人の期待というものがすごく大きいんだなと感じています。そして僕はやっぱファンの皆さんの期待に応えたいというのが一番です。まあ僕のことをね、好きでいてくれて、でも結婚してショックを受けたファンの方が何百万人いると思います。その方々に、まあ、言いたいのは、僕はもう君たちに、まあ、笑顔を届けることしかできないけれども、でも今回のランキングは、まあ、何だろうな、自分が結婚してるとか全て抜きにして、君たちの本当の気持ちを投票してもらいたいかな。自分がかっこよすぎるっていうのも罪だと思います。それはファンの方も知ってると思います。まあ、捕まってもおかしくないですよね、このかっこよさ。でも、皆さんがいないと今の自分はないと思いますので、今回のランキングは本当に楽しみにしてますので、皆さん素直に
思ったことをぜひ投票してもらいたいなと思ってます。愛してるよ。吉本男前ブサイクランキング2019投票お待ちしております。